グループは1万3000人のフロントスタッフの制服を今年の冬に一斉リニューアルする。それに先駆けて4月24日に新制服の発表を行った。ANA が制服を変更するのは10年振りのこと。今回デザインを担当したのはミシェル・オバマ米国大統領夫人や英国王室のキャサリン妃などの衣装を担当し、現在はニューヨークで活動中のプラバルグルン、プラバルガラング。 ANA の制服では初の外国人デザイナーの起用となる。新制服は、喜び、情熱、ワクワク感がキーワードの、グレーを基調としたエレガントな雰囲気。ANA を象徴する青のラインを袖やバックスタイルに取り入れている。また、乗客が航空機を利用する一連の流れを想定し、全体として統一感を持たせながらも、対応するスタッフごとに個性を演出している。 フライトアテンダントの女性向け制服ではジャケットとスカートの背面にブルーラインをあしらったほか、男性もグルーンがデザインする ANA カラーのネクタイを着用。ANA の高品質なサービスを想像させるエレガントなイメージを追求した。女性の地上旅客スタッフはブラウス姿とエプロン姿のそれぞれの着こなしを用意。七分袖のブラウスはツイード柄でフェミニン。一方、 エプロン姿は女性らしいラインを強調するドレス調のデザイン。ベスト姿では丸襟となり、腰ポケットにタックを取って柔らかな印象に。ジャケット姿では襟元にブルーラインを配して ANA らしさをアピールした。男性スタッフは動きやすさを重視し、ボタンダウンのシャツを着用。ジャケットはポケットのデザインで、ブライトアテンダントとの差別化を図った。ANA の取締役会長である伊藤慎一郎氏は、 5つ製のエアラインにふさわしく、グルーン氏には世界の息吹を感じる素晴らしい制服をデザインしてもらったとコメント。常務取締役の河本博子氏は、挑戦をキーワードに、新制服には変化し続ける ANA を感じてほしいと話す。会場には ANA 所属のフィギュアスケート選手である羽生譲弦も飛行機の中から登場。フィギュアのポーズを決めながらタラップから降り立った。 協議会での移動には ANA の飛行機を使うことも多いというハブ氏は、これまでの制服に馴染みがあったのですが、随分印象が変わった。ブルーラインが目を引くので、一目見ただけで忘れられなくなるような制服だと思うと語った。ANA がプラバルフルンデザイン新制服発表。羽生譲弦でお披露目。